中毒中毒とは、毒に当たるの意味であり、生体に対して、毒性を持つ物質が、許容量を超えて体内に取り込まれることにより、生体の正常な機能が阻害されることである。転じて、薬物依存症など依存症を指す場合があるが、ここでは前述した意味におけるものを述べる。以前は、英語のアディクションの語が中毒と訳されたが、 現在医学的には中毒は口実する状態を指す。英語でも、ジャンキーは、麻薬中毒者だけでなく、病みつきになっている人という意味で使われる。法律上は、麻薬中毒は、日本の麻薬及び、厚精神薬取締法においては、ヘロインコカイン、大麻、アヘンなどへの依存症と定義される。死壁、薬物依存症などを参照。急性中毒から、 強力な毒物の摂取や食中毒または大量過剰の摂取により急速に疾病状態が生じるもの。激物であっても毒物のおおよそ10倍の量の摂取で急性中毒に至る。通常の物質であっても過剰かつ大量の摂取で中毒に至る可能性がある。慢性中毒少量ずつの摂取が長期間に及んだ結果体内に 化学物質が貯留することで疾病状態に至るもの。この場合中流した物質は毒物や劇物とは限らない。毒物には摂取後速やかに効果が現れるものもあるが、長い時間が経ってからでなければ効果が現れないものもある。例えばシアンカナトリウムやサリンなどは摂取、曝露後にすぐ症状が現れ、量によっては数分以内に死亡する。 一方、ドクツルタケの毒素アマニ、チンやゲネツザやセトアミノフェンなどでは、食後数時間以上経たないと下痢などの諸症状が現れず、それらの初期症状を乗り切った後もしばらく経たなければ、自主的な症状が発現しない。また、パラコートやアマニ、チンのように、激しい初期症状が収まった後しばらくして、多臓器不全となるような二段階の症状が現れる。 タイプの毒物もある。覚醒剤や幻覚剤など、中枢神経系作用する抗精新薬の作用によって行動や心理的変化によるものは、精神障害の物質関連障害の物質中毒として扱われる。薬物中毒参照のこと。また、昏睡といった体の状態も薬物中毒である中毒は全身がまんべんなく、 具合が悪くなるものばかりではなく、特定臓器に被害が集中する場合も多い。例えばメタノールは少量摂取しても失明するケースが多く、またパラコートは肺に重篤な損傷を与える。タリウム中毒では脱毛が著しく見られるなど、毒物の種類によって特徴的な所見を示す例も多く、微量分析によらない中毒源の発見を助ける。 どんな物質であっても大量に摂取すれば、有害作用を示すようになるが、通常は、比較的少量でも体に害を及ぼすものを毒物、または毒素と言い,い、中毒を起こす最低量のことを、中毒量と呼ぶ。しかしながら、中毒量は下毒作用の個体差や状態により、大差がある。肝機能や腎機能が低下している場合、毒物の解毒作用が弱くなるため、 中毒量は低くなる傾向にある。五十音順ここでは依存症のうち中毒と呼ばれることが多いものを取り上げる。依存症の一覧については依存症を参照。五十音順、ありがとうございます。